仙台市長杯フィギュア大会、羽生結弦さんがサプライズ登場。緊張したら強くなれる。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートの普及やレベルアップを目指した競技会が仙台市で開かれ、プロスケーターの羽生結弦さんがサプライズで登場しました。この競技会は、フィギュアスケートの普及や進行を目指して、県スケート連盟が主催したもので、今年で5回目です。 開会式には、このリンクで幼い頃から練習を重ねてきた、羽生結弦さんが、サプライズで登場し、選手を激励しました。羽生結弦さん、皆さん今から試合だと思いますけど、緊張することは何一つ悪いことはなくて、今日は自信を持って、緊張するかもしれないけど、緊張したら緊張したで、その次また強くなれる。 競技には、小中学生ら、約70人が参加し、ジャンプやスピンなどを披露しました。D クラス女子の部で、優勝吉田ひよりさん、羽生ゆずるさんみたいに、ジャンプを軽々と飛んで、いっぱい大きな大会とか出て、メダルをいっぱい取りたいです。KHB 東日本放送、コメント、うろ覚えなんだけど、若い時これを滑るにあたって、大人の色気を要求されたみたいでしたが、難しいと言っていたような記憶があります。 今日はすごくさらっと滑っているように見えたけど、まさに大人のパリさんを見せてもらったような気がします。同じプロでも演熟すれば、これだけ違う再演を否定する気にはとてもなりません。滑った後すぐのインタビューは息切れして大変そうだったのに、一生懸命後輩にフィギュアに対する心を伝えてくれる、真摯な姿に感動しました。 風のように、現れ風のように去っていったと、どこかで見たけど、本当に地元のヒロですね。羽生選手からの、緊張は悪いことではないという激励のコメントは、未来のスケーターの皆さんには、力強く優しく、温かい言葉に感じられたことでしょう。レジェンド、スパースターと言われるほどの人なのに、小さなスケーターさんたちへの素敵なサプライズ。気取らず選ぶらず、気さくなお人柄にますます惹かれずにいられません。しかも年を重ねるたびに美しくなられます。 これから成長していく幼い子供たちに大きな励みになったことでしょう。目の前で偉大なる元羽生選手の滑りを見て、子供たちの目は輝いていましたね。大きな夢と希望と目標となったことと嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。